日本は悪だ。反日教育をしている韓国が正しい。こんにちは。皆さんは学生時代どの授業が好きでしたか？学生の頃好きだった授業科目で今の職業や進路を決めた人も多いでしょう。それほど教育というものは生きていくのに重要で人生に影響を与えます。今回はある韓国人の男性が学生時代に反日教育を受けたというお話です。彼は反日教育を受けた影響で日本に対してあまりいいイメージを持っていませんでした。しかし留学で出会った一人の日本人の影響で今まで自分が持っていた日本人のイメージが一新したそうです。一体彼はどんな体験をしたのでしょう。日本は悪い国だと勘違いしていた。こんにちは。僕の名前はシウン、32歳、生粋の韓国人だよ。今は日本で教育関係の仕事に携わっているよ。教育の仕事といっても、学校へ行って授業をするわけじゃなくて、通信教育をしているんだ。日本は通信教育の利用者が韓国に比べて割と多いんだけど、それを知った時は正直結構驚いたよ。みんなも知っているように、韓国は学歴社会なんだけど、みんな塾に通っていて、通信教育を使う人はかなり少ないんだ。でも、それってビジネスチャンスにもつながりそうだよね。僕は東京で生活しているんだけど、東京はソウルよりも快適で、生活がしやすいから最高だよ。日本人もみんな優しいし、食事もおいしい。それに、価格も安いから僕は日本が大好きなんだ。だけど、そう思えるようになったのは、つい数年前なんだ。それまでの僕は日本にあまりいいイメージがなかった。というのも、韓国では反日教育が当たり前なんだ。韓国の学校制度は日本と変わらない。韓国でも日本と同じように中学校までは義務教育なんだよ。だけど、韓国では高校の進学率がほとんど 100% なんだよ。日本だと高校へ行かずにそのまま働く人もいるよね。韓国では中学校を卒業した後、普通の高校、職業高校、特殊目的高校、インターナショナルスクール、この4タイプのどれかに入学するんだ。特殊目的高校っていうのは名前の通り、スポーツや外国語など、そのジャンルに特化した学校なんだ。そうそう、これは知らない人も多いんだけど、韓国では高校受験がないんだよ。中学時代の成績で行ける高校のレベルが分けられるから、ある意味中学時代は重要なんだよね。レベルの高い大学を卒業して大きな企業に就職することが幸せだと感じる韓国人も多いから、全体の7割以上の人が大学に通っているんだよね。レベルが高い高校へ行けなければ韓国で有名なスカイには行けないから、みんな小さい頃から必死に勉強するんだよ。スカイというのはソウル、コリョ、ヨンセ大学の頭文字を取ったもので、韓国で最も難関と言われている大学だよ。このスカイに入るため、大学入試共通試験をみんな受けるんだ。この大学入試のために子供たちは小さい頃から毎日たくさん勉強する。毎年11月に行われている入試の結果で人生が大きく変わるからね。結構有名な話だけど、入試に遅れそうな学生をパトカーで送ったり、リスニングが行われる英語の試験の時は飛行機の離陸時間を変更したり、車のクラクションを禁止にしたりするんだ。それほど韓国人にとって大学入試は重要なものなんだよね。近年は AO 入試を受けるって手もあるけど、それだと高校時代の成績に加えて、課外活動や受賞歴などいろんな実績が必要とされるんだ。かなり努力しないとスカイには入れないんだよ。僕もスカイに入るために子供の頃から塾へ通っていたよ。日本に来てみると、子供が公園で楽しそうに遊んでいたり、部活に励んだりしている姿を見て、少し羨ましいって思ったんだ。僕は小学生の頃から勉強勉強でそんな時間はなかったから。みんな平日は塾や習い事だったし、遊べなかったな。韓国では英語の授業も小学3年生から始まるんだ。だから英語が得意な韓国人は多いんだよ。日本人は英語が苦手だろ。だからこの点においては、韓国がはるかに進んでいると思う。僕は高校生になると毎日22時くらいまで塾で勉強して、その後自宅でも勉強していたよ。中には学校へ行く前に塾へ行く子もいたよ。韓国の学生はみんな大学生になればたくさん遊べるなんて言われているけど、男性は2年間の兵役があるからなかなか遊べないんだ。兵役があるから就職活動を遅らせる人もいるんだよ。学校自体も行事が少なくて、
日本のように体育祭や学園祭なんてほとんどないんだ。韓国の学生は受験のプレッシャーで睡眠不足や不眠、ストレスで倒れる人や、中には自ら消えてしまう子もいるんだ。反日教育の影響。さて、反日教育について少し話そうかな。多くの韓国人は日本のことをあまりよく思っていない。小さい頃から反日教育をされているからね。韓国では日本のことを悪魔の国だと教えているんだ。小さい頃から日本は韓国に謝らなければいけないと教えていて、日本は悪、とてもひどい国だと刷り込まれてしまっているんだ。韓国で大韓民国の建国はいつと言われているか知ってる？日本では1948年8月15日と教えられているけど、韓国の政府は違うんだ。なんと韓国の憲法では1919年って記載されているんだよ。どうして30年も差があるのか不思議だよね。伊藤博文の暗殺事件から1年後の1910年、日本は韓国と併合して植民地になった。そして1919年3月1日に民衆たちが日本から独立するためのデモ活動を行ったんだ。これがみんな知っている3.1独立運動だね。デモ運動の先頭にいたユ・グァンスンは当時17歳で拷問されて亡くなってしまった。彼女は朝鮮のジャンヌ・ダルクと呼ばれていて、今でも反日の象徴になっているんだよ。デモの集会は2ヶ月の間に1500回を超えているんだけど、日本はそれを徹底的に弾圧して、約7500人の死者、約1万6000人の負傷者が発生、そして逮捕者は約4万7000人に上ったそうだよ。その活動の影響を受け、1919年4月11日に上海で独立運動をする人たちが集まって、大韓民国臨時政府を立ち上げたことが韓国政府の公式の見解なんだ。だから日本と韓国では30年もの違いがあるんだよね。それが教育に取り入れられているものだから、子供たちは疑うことが全くないんだよ。小さな頃から反日教育をしてきた結果、どうなったと思う？2021年に韓国の大手ネットコミュニティに、誇らしい系小学生たちの作品世界という題でいくつかの絵が掲載された。作品の中には韓国の小学生が描いたものがたくさんあるんだけど、日本に関するものが多いんだ。日本列島にミサイルを撃っている作品、ナイフで人を攻撃している作品など、日本人をひどい目に遭わせる作品が多いんだよ。燃えている日本列島の作品説明には、すでにダメになった土地と書いてあったし、日本の象徴である日の丸を踏みつけている作品もあるそうだよ。しかもこれは授業で描かれた小学生の絵なんだ。びっくりするだろ？学校での授業なのか、塾での授業なのかは定かじゃないけど、小さな子供が大人に喜んでもらうために、こんな残酷な絵を描いていると考えると少し怖い。でも、それ以上にその絵に対して誇らしく思っていたり、韓国の未来はこれで安泰だという大人の意見も多いことが異常なんだ。韓国社会では反日感情が当たり前だから、これが異常だとは気づけないんだろうね。しかし、子供が高校生くらいになると自分の考えをはっきり持つことができるようになるから、この反日教育を疑問に感じる子も増えてくるんだ。2019年10月にソウルにあるインホン高校3年生、金老君を中心とし、インホン高校は反日行為の強要を日常的に行っていたと会見で話している。なぜ彼らが会見を開いたのか、そのきっかけはインホン高校で開かれたマラソン大会だった。マラソン大会といえば普通みんなで応援するものだが、ここではなんと教師が、安倍自民党は滅亡するんだ、日本の経済的侵略に断固反対などといった反日スローガンを叫びながら走るように生徒へ強要していたことが分かったんだ。このマラソン大会は3年生は受験もあるため参加をしないのだが、この行為を不審に感じた後輩が動画を撮影していて、これはどうなのかという相談を彼らにしてきたそうだ。それがきっかけで彼らは学校側へ訴えを起こすようになった。この学校ではマラソン大会に限らず、反日教育が常日頃から行われていたそう。少し前に日本製品の不買運動があったことを覚えているだろうか。実はあの時、インホン高校では先生から生徒に不買運動を強要していたそうなんだ。悲しいことにインホン高校に限らず、
教育現場で度を越した反日教育が行われているのは事実なんだよね。だけど不審に思っていることを口にすれば内申点に響くし、行ける学校を左右される韓国の社会ではなかなか声に出せないのが現実だ。だからインホン高校の生徒が今回起こしたこの告発はとても勇気が必要だったんじゃないかな。留学がきっかけでインホン高校の教師はかなり行き過ぎていたけど、僕も小学生の頃から反日教育を受けていたから、みんなと同様に日本に対する反日感情があった。僕は日本人はとても残酷で他人を平気で傷つけるし簡単に裏切る人種だと考えていたよ。でも僕の考えはアメリカへの留学がきっかけで大きく変わったんだ。韓国は財閥系の大企業、公的機関への就職がとても人気で、とても狭き門となっている。理系の学生だと就職率も少し高いけど、僕は文系だからとても難しいんだよね。TOEIC 850点以上、留学の経験などは当然で、それほど英語力が重要になってくるんだ。僕は英語のスキルをしっかり磨くためにアメリカの大学へ留学したんだ。英語を本場で学べばしっかり身につくだろうと考えた僕は、留学先で極力韓国人と関わらないようにしていたくらいだ。でも正直1ヶ月を超えたあたりから英語だけの世界に疲れを感じるようになった。それに人生で初めての挫折も経験したよ。僕は韓国でも結構勉強ができる方だったんだけど、アメリカに来てみると僕よりも賢い人間はいくらでもいて、ここで成績上位だなんてとてもじゃないけど無理だと感じた。この留学は間違いだったんじゃないかってかなり悩んだよ。だけどここで出会った一人の日本人のおかげで僕の考え方は随分変わった。彼はとてもおとなしくて、授業でもあまり声を出すことはなかった。日本人は英語が苦手だし、彼も英語が苦手だからあまり話さないんだろうって思っていた。何より自分は彼よりも英語力や勉強面で勝っているという謎の自信が僕のプライドを支えていたんだ。でも彼の周りにはいつも人がいたし、教授や生徒たちから一目置かれていた。普通自己主張がないと人は離れていくのに、彼は自己主張をしなくても周りが認めている。どうしてだろうって僕なりに考えた。彼は絶対に言い訳をしないし、約束も破らない人なんだ。他国の留学生は宿題を忘れたり言い訳もしょっちゅうしている。生徒の中には政府の人間から電話がかかってきたなんて大嘘をつく人間もいる。アメリカでは机に足を乗せたり、授業中に大声で話したり、とにかく授業態度が悪いから教師から怒られることが多いんだ。そしてそれでもやめない生徒が多い。でも日本人の彼はそんなことは絶対にしないし、とても素直で誠実だから周りからも認められて高く評価されているようだった。さっき彼はおとなしいって言ったけど、自己主張ができないわけではなかったんだ。彼は相手に聞かれればちゃんと発言できる人だったんだ。でもこれは彼自身の性格だと思っていて、日本人の特性だとは気づかなかった。僕は日本人はとてもひどくて最低の人種だと思っていたから。でも彼を通して僕は今まで興味がなかった日本の文化に興味を持つようになったんだ。学生の頃は勉強が忙しくて全く読めなかった日本の漫画やアニメを見てドハマりしたし、アジア史の授業で客観的に韓国の歴史を勉強することができた。上海の臨時政府も国際社会では全然認められていなかったことも授業で初めて知ったんだ。こうしていろんなことを勉強することで物事を客観的に見ることができたし、反日教育がいかに異常なのかということも思い知らされた。みんなは韓国は反の国という言葉を聞いたことがあるだろうか。日本でいう根に持つという感情よりもはるかに大きいもので、感情的なしこりや痛恨、悲哀、無常感を意味するんだ。韓国には16世紀の豊臣秀吉の朝鮮出兵や日本の韓国併合という長年の恨みがある。韓国が独立を勝ち取ったのは日本の敗戦によるものという悔しさもあるだろうね。僕は無事に大学を卒業して日本で働くようになったんだけど、そこで出会った日本人たちは留学で知り合った日本人の彼のようにとても誠実で真面目な人たちだった。今まで韓国で教育されてきた日本人のイメージは一体何だったんだろうって思うよ。きっと韓国民へ反日感情を刷り込ませれば政府への不満が少なくなると考えたんだろうと僕は思う。
韓国が経済発展するきっかけになったハンガンの奇跡は、当時の大統領であるパク・チョンヒ氏が日本から資金援助を受けることができたからだった。またチョン・ドゥファン大統領の時は教科書問題に絡み日本からの経済支援を受けた後、親日に傾いていたんだ。だけど1990年、朝鮮大学校の教師が朝鮮人強制連行の記録という本を書いた。これは100万人を超える朝鮮人が官憲に連行され、日本で強制労働をさせられたという内容だ。そのせいで造語だった強制連行が独り歩きして、教科書も政権に左右されていることが判明したんだ。パク・クネ大統領の時、韓国は歴史の固定教科書を作成しようとしていたんだ。歴代大統領も就任当初は親日だったのに、政府への求心力を失うとすぐ反日感情に傾いてしまうみたいだね。韓国政府は反日を韓国内で支持が下がった時の浮上策と考え始めたんだ。今の韓国は大学を卒業しても就職率が低いし、少子化も急激に進んでいるんだ。2022年、韓国の特殊出生数である 0.78 は OECD 加盟国の中で一番低い数字となった。政府は対策を練り出してはいるものの、韓国は子供を産んで育てるのが難しい国になったんだ。また韓国民が感じる幸福度はとても低いという調査結果も出ている。やはり国民の不安をそらすために反日教育が行われていたのではないかと思うよ。韓国では日頃から反日教育が行われていることを日本もよく知っているだろう。それでも今まで出会った日本人は韓国への反感をぶつけてくることはなかった。傷つけた側は忘れているけど、傷つけられた側はずっと覚えているってよく言うよね。日本人は過去のことを忘れるのが早いのかもしれないし、ただ切り替えているだけなのかもしれない。だからといって韓国政府がずっと過去の話を持ち込んでいれば、国際社会からどう見られるのかは分かりきったことだ。それを教えてくれた留学先の日本人にはとても感謝しているよ。彼のおかげで僕の視野は大きく広がったから。海外の反応。今回のエピソードに対して海外ではいろんな反応がありました。その一部を皆さんにご紹介します。反日教育が正しいとはとても考えられない。ずっと文句を言っていれば日本が構ってくれると思っているように感じるよ。そんなことしても日本にとっては迷惑な話。韓国人が一番母国を嫌がっているじゃないか。出生率が低いのはその結果だろ。いかがでしょうか。ぜひ皆さんの感想をコメント欄でお聞かせください。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が少しでも面白いと感じたら、ぜひチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。日本人はとても礼儀正しくて素晴らしい人たちよね。日本人なんてマナーの悪いやつらばかりだろ。え、本当？皆さんは海外で生活したことはありますか？海外ではその国独自の生活様式があるため、自分が住んでいる国とは全く違う生活が待っています。よく日本人は綺麗好きだとか礼儀正しいと言われ、評価されることが多い印象ですが、そんな私たち日本人が普段当たり前にしている行為が、海外ではマナー違反だとされてしまうことがあることをご存知でしょうか。それは麺類をすすって食べること。実はすするという行為は海外ではタブーとされているのです。日本の常識で考えると驚きですよね。このように人々の常識やマナーというのは、その人が生まれた場所によって様々ですが、今回紹介するのはそんなマナーに関するエピソード。とあるアメリカ人女性は韓国で驚きの体験をしたそうです。一体彼女に何があったのでしょうか。日本人はマナーが悪い？アメリカ人女性が韓国で体験した驚きのエピソード。私の名前はエミリー、アメリカ人よ。私は今日本に留学しているの。留学先に日本を選んだのは私が日本が大好きだから。実は私、小学生の頃に少しだけ日本で住んでいたことがあるのよ。パパがアメリカ兵で日本の基地に赴任していたの。アメリカ兵の間で日本基地への赴任はとても人気があるんですって。それは日本での生活がとても素晴らしいものだからよ。実際に私たち家族は日本での生活がとても気に入ったの。だって日本はご飯が美味しいし、
それからとても治安が良かったんだもの。特にパパが気に入っていたのは日本のご飯ね。ココイチというカレー屋さんを知っている？日本では有名なカレーのチェーン店なんだけど、パパの職場ではココイチのカレーがとっても流行っていたの。毎日お昼はココイチのカレーを食べていたみたいで、米軍基地から一番近いココイチはいつもアメリカ兵で大繁盛していたらしいわ。日本にいる間、私は日本の学校に通っていたんだけど、そこで私が驚いたのは、日本では小学生が子供だけで歩いて小学校まで通うということ。アメリカではパパとママに送迎してもらっていたから、自分で歩いていくなんてとても驚いたの。日本は治安がいいからそんなことができるのね。それから周りのみんながたくさんの荷物を持ってたくさんの距離を歩くということを文句も言わずに当たり前のようにしていたことも本当にすごいなと思ったの。日本では自分のことは自分でするということを教えられているみたいで、しっかりしている子がとても多い印象だったわ。そんな日本人たちはみんなとても親切だったし優しかった。シャイな子が多かったから最初はアメリカ人の私にあまり話しかけてくれなかったけど、慣れてきたらとてもフレンドリーにしてくれたの。あっという間に私にはたくさんの友達ができたわ。私は友達から日本のことをたくさん教えてもらったの。日本独自の文化やマナーは興味深いものばかりだったわ。私がとても感銘を受けたのは食事の際のマナー。日本では食事をする前にいただきますと言い、食事が終わった後にはごちそうさまでしたっていうのよ。これは食事を作ってくれた人や食事そのものに感謝を示すための習慣なんですって。礼儀正しくて優しい日本人らしい習慣よね。この習慣はパパたちも気に入っていて、日本での暮らしを始めてから私の家ではこの習慣を取り入れるようになったわ。この他にも日本での生活は楽しくてためになることばかりだった。だから私はアメリカに戻ってからも日本のことが忘れられなかったの。大学のキャンパスで日本のキャンパスへの交換留学生の募集の文字を見たときは心から嬉しかったわ。絶対に行きたいって思ったの。家に帰ってパパとママにその話をすると、最初は少し驚いていたけど、二人とも日本が大好きだったから頑張ってきなさいって背中を押してくれたわ。しばらくぶりの日本は私が以前住んでいた頃よりもさらに住みやすい国になっていたわ。それでいて治安の良さや街の美しさは変わらないから本当に最高の場所よ。大学では日本文学を学んでいるの。大好きな日本のことをもっとたくさん知りたいと思ったからね。大学には学食という食堂があるんだけど、そこの食事も最高。私のお気に入りは唐揚げね。サクサクの衣にジューシーなお肉が本当に美味しいの。それに学食はとっても安いのよ。ワンコインでお腹いっぱい美味しいご飯が食べられるんだから、日本の学生は幸せ者だなと思うわ。大学でも私にはたくさんの友達ができたわ。みんな本当にいい人たちばかりで、彼らのおかげで充実した日々を送れているの。大学には日本人が多いけど、私みたいに留学生として通っている人も多くて、様々な国籍の学生がいるわ。ある日、私がいつものように教室で講義が始まるのを待っていると、近くの席に見慣れない人が座ったの。一見日本人かと思ったけど、なんだか違うような気がして、私は思わず声をかけたわ。はじめまして、私はアメリカから留学に来ているエミリーです。あなたは日本人？彼女は私の声かけに少し驚いた表情を見せたけど、すぐに笑顔を返してくれたわ。はじめまして、エミリー。私の名前はスヨン。私は韓国人よ。私も留学生なの。よろしくね。なんと彼女は韓国人だったわ。実は私、韓国にも興味があるのよ。だからすごく嬉しくなったわ。そうなの？実は私、最近韓国にとても興味があるの。K-POP アイドルがすごく好きなのよ。韓国料理もとても好きよ。私がそう言うと、スヨンは少し微妙な顔をしたわ。韓国に興味を持ってくれてありがとう。なんだかあまり嬉しくなさそうな表情を不思議に思ったけど、私は彼女と仲良くなりたくていろいろ質問したわ。韓国の観光地はどんなところがおすすめなの？新しいおすすめ料理はある？おすすめのアイドルはいる？ってね。すると彼女はすごく言いにくそうに口を開いたわ。
ごめんね、エミリー。私は韓国人だけど、実は韓国のことがあまり好きじゃないのよ。だから韓国のことをいいように紹介できないかもしれないわ。私は驚いたと同時に申し訳ない気持ちになったわ。人にはいろいろと事情があるのに、つい舞い上がって話しすぎてしまったってね。ごめんなさい、スヨン。あなたがそんな気持ちを抱えていたなんて知らなかったの。私が急いで謝ると、スヨンは慌てて言ったわ。いいの、気にしないで。自分の国があまり好きじゃないなんて、なかなかないことだと思うから。それより、私は日本が大好きで留学に来たんだけど、エミリーはどうして日本へ来たの？私は日本が好きな理由をスヨンに説明したわ。すると、彼女は目を輝かせて言ったの。昔日本に住んでいたなんて羨ましい。私は日本のアニメが大好きなの。もちろん日本文化も好きだし、日本人も好きよ。だから今憧れの日本に住むことができてとても嬉しいわ。あら、私も日本のアニメは大好きよ。スヨンは何が好きなの？私はワンピースが一番好きかな。私もワンピース大好きよ。私たち気が合いそうね。私たちは顔を見合わせて笑ったわ。こうして仲良くなった私たちはランチを一緒に取ったり、休みの日に遊びに出かけたりするようになったの。趣味が同じだから、スヨンとはとても楽しい時間を過ごしたわ。そしてある日、一緒にテレビを見ていた時に、韓国の特集をやっているのを見かけたの。今日本では K-POP が流行っていて、若い人を中心に韓国に興味を持つ人が増えているんですって。ぼんやりその番組を眺めながら、私はスヨンに言ったわ。ねえスヨン、今度の夏休み一緒に韓国へ行かない？私と一緒に韓国旅行をしましょうよ。もしかしたら日本にいる間にスヨンの韓国に対する気持ちも少し変わったかもしれないわよ。ってね、スヨンは少し驚いたような顔をしていたけど、そっとうなずいたわ。わかったわ。ありがとう、エミリー。私と一緒に韓国へ行きましょう。実はね、韓国にはワンピースの常設カフェがあるのよ。ワンピース好きなあなたにぜひ行ってほしいわ。そんなところがあるの？早く行ってよ。そうと決まれば旅の計画を立てましょう。こうして私たちは韓国へ旅行に行くことにしたの。夏休みはあっという間にやってきたわ。私とスヨンは飛行機に乗って韓国へと向かったの。ワンピースのカフェ楽しみね。私がワクワクしてそう言うと、スヨンは少し困った顔をして言ったわ。あのね、エミリー、期待させておいて申し訳ないけど、がっかりさせてしまったらごめんね。韓国に日本みたいな素晴らしさは求めない方がいいわ。そうなの？私、子供の頃から日本は悪い国だって教えられてきたの。いわゆる反日っていうやつね。飛行機の中でスヨンが突然そう話し始めたわ。反日？ええ、戦後から韓国と日本の仲はそこまで良くないのよ。それで日本のことをよく思わない人は日本は悪だと一方的に言っているの。両親や親戚がそうした考えを持っている人は小さい頃からそう教えられているから、自然と日本を嫌いになってしまう人もいるわ。実際に私もそう。私は小さい頃から日本は悪だと教えられてきたわ。でも大きくなって本当の日本を見てみたら、私が教えられていたことは嘘だと分かった。韓国人は子供に平気で嘘を教える人たちなのよ。そのことが分かってから、私は自分の国のことが好きじゃなくなってしまったの。そうだったの。ごめんね。嫌な思い出を話させてしまって。私がそう言うと、スヨンは首を振ったわ。うんうん、いいの。でも、どうして私が韓国のことが嫌いになってしまったのか、エミリーには話しておきたかったのよ。ありがとう、話してくれて。今回の旅であなたが少しでも自分の国を好きになってくれることを願っているわ。私がそう言うと、スヨンはニコッと笑ったの。私もそう願っているわ。ありがとう、エミリー。私たちを乗せた飛行機は、ほどなくして韓国へ到着したわ。空港へ到着すると、私はまずその騒々しさに驚いた。なんだか騒がしいわね。何かあったのかしら。私がそう言うと、スヨンは頭を抱えて言ったわ。これが韓国なのよ、エミリー。韓国人は大きな声で話す人が多いから騒がしいのよね。そうなんだ。あ、いた。歩いていたら私は誰かとぶつかってしまったの。振り向くと相手は忙しそうに電話をしているサラリーマンだったわ。
彼は私の方を一切振り向くことなく、さっさと歩いて行ってしまったの。以前日本で同じようなことがあったときは、相手の日本人はすごく丁寧に謝ってくれて、お互いに謝り合って終わったんだっけ。ぼんやりそんなことを考えながら、私はスヨンの方を向くと、彼女はがっかりした顔をしていたわ。ああ、やっぱり、これが韓国人なんだわ。昔からちっとも変わらない。みんな自分のことばっかり。まあまあ、たまたまかもしれないよ。あの人忙しそうだったし。スヨンにそうは言ったものの、私はすでに日本と韓国の差を見せつけられたような気がしたわ。気を取り直して私たちはお昼を食べに行くことにしたの。あ、見てスヨン、あんなところに日本食レストランですって。私は日本食と書いた看板を見つけて喜んだわ。日本食レストランにいる人たちなら、韓国人でも礼儀正しい人かもしれないわ。入ってみようか。スヨンもそう言ってくれたから、私たちは期待して入店したの。でも、残念ながらその期待はすぐに裏切られてしまったのよ。店に入るや否や、大きな声で店員を怒鳴りつけているお客さんがいたの。いつまで待たせるんだ。俺は時間がないんだよ。どうやら料理がなかなか来ないことに腹を立てているみたいだったけど、そんなに怒らなくても。ちらっとスヨンの顔を見たら、また呆れた顔をしていたわ。どうするエミリー、違う店にしてもいいわよ。私に気を使ってくれるスヨンに申し訳ない気がして、私は平気なふりをしたわ。大丈夫よ。これくらいのことはアメリカでもよくあるもの。さあ、韓国の日本食を楽しみましょう。こうしてなんとか平静を装って注文した天ぷら定食は、なんだかべちょべちょしていて、お世辞にも美味しいとは言えないものだったわ。ああ、これはなんだか日本の天ぷらとは随分違うものね。スヨンの手前、どう言おうかコメントに困っていると、スヨンが言ったわ。本場の日本食に慣れてしまうと、韓国の日本食って本当に美味しくないわ。ごめんね、エミリー。夕飯は美味しい韓国料理の店に行きましょうってね。うん、そうしよう。やっぱり韓国では韓国料理を食べないとね。私たちがそんな話をしていると、店主のおじさんが話しかけてきたの。私の顔を見て、英語で話しかけてくれたわ。君たちはどこから来たんだい？私たちは日本から来たの。私は韓国人だけど、今は日本に留学していて、今日は一時帰国ってところね。スヨンがそう言ったわ。え、日本？スヨンの言葉に店主は驚いた表情を見せたの。日本に留学なんて行く必要ないだろう。韓国の方が素晴らしい国なんだから。悪気なく当たり前のように言う店主に、スヨンの顔がどんどん曇っていったわ。だから私は彼女を助けるつもりで言ったの。でも日本には素晴らしい文化があって学ぶところがたくさんあるわ。日本人は礼儀正しくて見習うことばかりだしってね。すると店主は言ったの。日本人なんてマナーのなってないやつがたくさんいるよ。え？私とスヨンは思わず声を揃えてそう言ったの。日本人より韓国人の方が礼儀正しいと俺は思うね。俺が日本食レストランをやっているのは金になるからっていう理由だけ。日本食より韓国料理の方が美味しいし、正直日本人から学ぶことなんて何もないよ。本気でそう思っている様子の彼に私たちは絶句してしまったわ。店を出て私たちは顔を見合わせて思わずため息をついてしまった。あの人本当に日本のことをよく思っていなかったみたいね。あれが反日ってやつ？私がそう聞くとスヨンはうなずいたわ。そう。あんな人が韓国にはたくさんいるのよ。どう考えても日本人の方が礼儀正しいし素晴らしいのに、韓国人の方が勝っているなんておかしな話だわ。怒っている彼女を私はなんとかなだめたの。まあまあ、でももちろんあんな人ばかりじゃないわ。その証拠にあなたがいる。きっとあなたみたいに素晴らしい韓国人もたくさんいるのよ。今日はたまたま出会わなかっただけでね。そう言ってくれて助かるわ。ありがとう、エミリー。こうして私たちは旅を続けたわ。ちょっと大変な思いをしてしまったけど、その後は楽しい時間を過ごせたのよ。おいしい韓国料理を満喫したり、ワンピースカフェを楽しんだり、いい思い出を作ることができたの。韓国で知り合った人の中には、日本のことを好きだと言ってくれる人もいたし、韓国人がみんな反日だというわけではないこともわかったの。やっぱり韓国は日本に比べると、まだまだだなと思ったけど、韓国には韓国の良さもあることに気づけた気がするわ。
帰りの飛行機の中でスヨンがそう言ったわ。そう、それはよかった。いろいろあったけど、私も楽しい時間を過ごすことができたわ。ありがとう、スヨン。私たちのバックグラウンドはバラバラ。でも、私とスヨンはこうして仲良くなることができたし、私たちには日本人の友達もたくさんいるわ。どこの国の出身だろうと、相手を理解しようとする姿勢さえあれば、きっと誰とでも仲良くなれるんだと思うの。反日なんて言わずに、韓国人も日本人も、そして世界中の人がこうして仲良くなっていけたらいいなって思うわ。エミリーさんは思わぬトラブルに巻き込まれながらも、楽しい時間を過ごすことができたのですね。今回のエミリーさんの投稿には、海外からもたくさんの声が寄せられています。スヨンの気持ちはよくわかるわ。私も韓国のああした雰囲気はどうしても好きになれないもの。韓国人が日本人を悪く言うなんておかしな話だよ。日本人の方がマナーがいいに決まっているのにさ。生まれた環境は大事だね。スヨンは外に出たことで韓国の異常さに気づけてよかったよ。生まれてから外の世界に出ることなく同じ地域だけで暮らしていると、そこでの常識が自分の常識になってしまいます。世界中の人と円滑なコミュニケーションをとって仲良くしていくためには、たまには外の世界に出て他の国の常識に触れてみる必要があるのかもしれませんね。日本人は最低な奴らだぞ。君たちは日本人のことを何にも知らないんだな。パラオ人であるヒデオが韓国人から日本人の悪口を聞かされた結果、皆さんはパラオという親日の国を知っていますか？メディアなどを通じて、パラオは世界有数の親日国家であるということを聞いたことがある人も多いのではないかと思います。しかし、両国の歴史を振り返ってみると、日本は戦時中にパラオを統治下に置き、植民地支配をしていました。それにもかかわらず、どうしてパラオの人たちの多くは日本のことを愛していると言われているのでしょうか。今回はその理由がわかるパラオ人のヒデオがアメリカに留学した際のエピソードを紹介します。一体どうしてパラオは親日国と言われているのでしょうか。全世界が驚愕。パラオが親日国である驚くべき理由とは。僕の名前はヒデオ。僕の名前を聞くと日本にルーツがあるんじゃないかとよく聞かれるんだけど、両親と祖父母は生粋のパラオ人だよ。今は歴史の勉強がしたくて、パラオから離れてアメリカの大学に留学している。世界各国の歴史を学ぶのはすごく楽しいし、新しいことを学ぶたびにいろいろな想像を膨らませてワクワクするんだ。中でもパラオの歴史を学ぶのが一番楽しいと感じるな。そしてパラオの歴史を語る上で日本の存在は絶対に外すことができないんだ。そのことが僕の名前の由来にも関係するんだよね。パラオは日本に統治されていた歴史があるんだけど、その時に日本が養殖や漁業を教えてくれたおかげで、パラオは豊かに発展したんだ。そんな背景があるから、僕の祖父母は日本語を話すことができるし、パラオ語には扇風機や電話などの日本語がそのままパラオ語として使われているんだよ。だから僕たちパラオ人は日本のことが大好きだし、日本人をリスペクトしている人が多いんだよね。それで僕の名前はヒデオっていう日本人のような名前になっているんだ。そんな僕は人見知りだっていうのもあるけど、アメリカの大学に入学して間もないこともあり、友達がいなかったから一人で学食でご飯を食べていたんだ。その時、韓国人の二人組がいて、そのうちのソジュンが僕に声をかけてきた。君はいつも一人みたいだけど、よかったら俺たちと友達にならない？そんなことを言われて僕はすごく嬉しくなったよ。ここに来てから初めてそんなことを言われたからね。その日から僕はその二人と行動するようになったんだけど、彼らの態度が日に日に変化していった。初めはジュースを買ってくるようお願いされるぐらいだったんだけど、日を追うごとに弁当を買ってこいだの、荷物持ちをさせられるなど散々な目にあったよ。多分気の弱そうな僕のことを見て、彼らは最初からパシリにしようとしていたんだろうね。でも僕は、彼らに嫌だとはっきりと伝えることができなかったから、その頃には彼らは僕をパシリにするとき以外は近づいてくることはなかったし、完全に上下関係が出来上がっていたように思う。僕は純粋に友達が欲しかっただけなのに、
こんなことになってしまってすごくつらかったな。そしてそんな日が続いたある日、いつも通り学食で一人でランチを食べていると、後ろから声をかけられたんだ。よかったら隣に座ってもいいかな。ああ、どうぞ。ありがとう。はじめましてだよね。僕は日本から来ているタケルって言うんだけど、君の名前は？僕はヒデオ、パラオ出身だよ。突然なんだけど、もしよかったら友達にならない？僕は話しかけたりするのがすごく苦手で、いまだに校内に友達が一人もいないんだよね。そうやって僕に声をかけてくれて嬉しかったのと同時に、また僕をいいように利用しに来たんじゃないかと疑ってしまう気持ちもあった。そんな気持ちを察してか、余計なおせっかいだったらごめんなんだけど、君はあの韓国人二人組に雑用というか、パシリにされていたりしない？いつも遠くから見ていて、あまりいい気はしなかったんだよね。って言い出した。それだけ僕のことを見ていてくれたんだと嬉しい気持ちもあったけど、図星で恥ずかしい気持ちもあって、タケルからついつい目をそらしてしまったよ。ここで認めてしまって話をしたら、また二人から何か嫌がらせをされてしまうんじゃないかって思いもあったからね。そんな僕のことを見かねてか、タケルは話を変えてくれた。ヒデオはパラオ出身なんだよね。パラオって日本とすごく仲がいいイメージがあるよ。そうやって言ってくれたタケルがパラオのことを知っていてくれたことが嬉しくて、それからは少しずつお互いのことを話し始めた。タケルも歴史が好きなんだね。そうなんだよ。歴史自体を学ぶことも好きだし、歴史的な建造物や遺産を見るのも好きなんだ。そういうものに触れるのってすごくロマンがあるからね。その感覚すごくよくわかるよ。確かにロマンがあるよね。そういえば、パラオと日本は古くから歴史的に交流があるんだよね。そうだよ。僕の祖父母の時代には日本の統治下にあったんだ。その時の話をよく聞いていて、日本の兵隊さんにすごくお世話になったみたいだよ。道を作ってくれたり、水道や電気を引いてくれたりね。日本人が来てから生活が豊かになったみたいだよ。そうだったんだ。それは日本人としてなんだか誇らしいな。仲の良かった日本の兵隊さんたちに日本の歌を教えてもらって、よく一緒に歌っていたりもしたみたいなんだ。そんな話をしているうちに、僕たちはお互いのことを信頼し、友情が芽生えてきているように感じていた。アメリカに来てから、このように誰かと楽しく会話するなんてことはなかったからね。そうしてタケルと仲良くなってから、ある日、歴史の授業の後に、タケルと合流して学食に向かっていた。そこにソジュンたちがやってきたんだ。ヒデオ、俺たちのお菓子とかジュースを買ってきてくれるか？頼むよ。わかった、買いに行くよ。タケル、ごめんだけど先に学食へ行っててくれる？僕はやっぱりソジュンたちのパシリを断ることができず、タケルにも迷惑をかけたくないから、早くその場を収めたかった。そんな中、僕とソジュンたちの間にいたタケルが、僕たちの顔を交互に見て、君たちのことは前から見ていたけど、どうしてヒデオが嫌がることをするんだい？そもそもお菓子とかジュースが欲しいなら、直接売店に行けばいいだろ？って言ってくれたんだ。なのにソジュンたちは、ヒデオ、お前は歴史が好きとか言いながら、どうして日本人なんかと一緒にいるんだ？もしかして平和ボケして、パラオ人が日本にされたことを知らないのか？って言っていたけれど、僕には何のことだかさっぱりわからなかった。パラオは日本によくしてもらったと思っていたからね。そもそも日本人は表向きではいい顔しておきながらも腹黒なんだぞ。今も横で心配そうなふりをしているけど、日本はパラオ人のこと、低俗で頭の悪い民族だとしか思ってないはずさ。歴史が好きだっていうくらいなら、それくらい知っておけよ。さっきから何を言ってるの？お前は本当に何も知らないみたいだな。それなら俺が教えてやるよ。そう言ってソジュンが話した内容は、到底信じられないようなことだった。パラオが日本の統治下にあったとき、日本が戦況的に不利になって、いつアメリカに攻められてもおかしくないという状況になると、パラオ人たちは自分たちも戦わせてくれと志願したんだ。大人だけではなく、子供もだよ。そんなとき、日本軍の隊長はパラオ人たちに、帝国軍人が貴様らのような原住民と一緒に戦えるかって言ったそうだ。表では仲良くしているようでも、本心ではそのようにパラオ人のことを見下していたんだって。だから今僕の横にいるタケルもきっと同じように僕のことを見下しているんだろうってことだった。このような話を聞いて
僕はもう何が何だかわからなくなった。そうして何もかもが信じられなくなって、タケルが全力で止めようとしてきたけど、僕は走って家まで帰った。その後ろでソジュンたちが嘲笑している声が聞こえてきたしね。家に帰って恥ずかしながらも、僕は布団にくるまって泣いてしまった。ソジュンたちの話が頭から離れなかったんだ。でもひとしきり泣いた後、しばらく考えてみた。タケルと出会って一回でもタケルに不穏な感情を抱いたことがあったかな。いくら考えてもタケルがそんな悪い人には見えないんだよね。それにソジュンたちの話はたくさん歴史の勉強をしてきており、祖父母から直接話を聞いている僕でさえ知らないことだ。あの話は本当に合っているのかな。そう思い、翌日に大学の歴史を担当している教授のもとへ向かった。僕がソジュンから聞いた話をしていると、最初は何事かと驚いたような反応をしていたけれど、だんだんと笑顔になって僕の話を聞いていた。その話はあながち間違ってはいないよ。確かに日本の軍隊長はそういうことを言ったみたいだね。でも話が省略されすぎてしまっているね。僕はどういうことだろうと疑問に思っていると、教授は詳細な内容を教えてくれた。パラオが日本の統治下に入る前はドイツの支配下にあったそうだ。だけど当時の欧米人は有色人種に対する差別意識が強く、パラオの人々は苦しい生活を強いられていたんだ。劣悪な環境で虐殺もあったみたいだね。わずか半世紀の間にパラオの人口は 90% 減少したと言われているほどだよ。その後、第一次世界大戦でドイツが敗れ、講和条約で日本がパラオを獲得したんだ。でも、当時のパラオの人たちからしてみれば、日本もドイツも同じ侵略者で、また地獄のような生活が続くんだと思っていたようだね。でも、日本はまるで違ったみたいだ。道路を作り、水道、電気などのインフラ整備を行った。さらには学校を作り、病院も作った。ただ作っただけではなく、医療や教育の支援も積極的に行っていたんだ。そして、パラオの人々は日本軍から仕事をもらい生活をしていた。そうしたことから、ドイツの統治下であった時代とは違い、貧しいながらも整った生活を営むまでに、生活水準は回復していたんだ。はじめは怯えていたパラオの人たちに対して、日本人は諦めることなく、丁寧に話しかけ続けて、警戒心を解いていったんだね。やがて日本兵とパラオ人は共に暮らして共存していったんだ。その頃にはもうパラオの人たちに日本へ対する恐怖心は全くなく、むしろほとんどの人たちが感謝し尊敬していたそうだ。しかし当時は戦時中ということもあり、そうした生活は長くは続かず、1944年頃には日本にとっても戦況は不利になり、いつアメリカが上陸してきてもおかしくない状況だった。そんなアメリカにとって、東南アジア諸国への中継地点として、パラオは非常に重要な地点であった。だけど、パラオの人たちは日本に対して深い尊敬と感謝の念を抱いていたので、日本人と一緒にパラオを守りたいと考えていた。なのに、日本の隊長はソジュンからの話にもあったように、パラオの人たちを島から追い出したようだ。それに対して、パラオの人たちは裏切られたような思いで、悲しみと怒りで満ちていたそうだ。船で逃げる際も見送りに来る日本兵たちは誰一人いなかったようだからね。しかし、パラオ人が乗っている船が離陸した瞬間、日本人たちが砂浜に現れ、手を振って見送ってくれたんだ。もちろん例の隊長も優しい笑顔を見せながら見送りしてくれたそうだよ。日本としては戦力は喉から手が出るほど欲しいものだったから、パラオの人たちの気持ちはすごく嬉しかったと思うけど、パラオの人たちの命を優先しての判断だったようだ。この話を聞いて僕は愕然とした。確かに祖父母はその船に乗っていて、日本人が戦火からパラオ人を守ってくれたと聞いてはいたけれど、そういった話は聞いたことがなかったからね。そのような日本人のおかげでパラオも激戦地になったそうだけれど、パラオ人の死者は一人も出なかったのか。戦時中であるにもかかわらず、そのようなことができるなんて奇跡のようだ。そうして僕は話をしてくれた教授に感謝の気持ちを伝え、すぐに部屋を飛び出した。タケルに今すぐに昨日のことを謝らなければいけないと思ったからね。そうしてタケルを見つけると、昨日はごめん、
友達なのにタケルのことを疑ってしまったよ。僕は大丈夫だけど、秀夫は大丈夫なの？こんな時でも怒る様子もなく、むしろ僕のことを心配してくれるなんて、これが本当の友情ってやつかな。そうして僕はタケルと本当の意味で友達になることができた。次の夏休みにはタケルと一緒にパラオに行って、いろんなところを案内するつもりだよ。日本にも行って、タケルにおすすめの場所なんかを案内してもらう約束もしているし、これからが本当に楽しみだよ。そして、あの日以降、僕は強い心を持つようにして、ソジュンたちに何か言われても、もう屈しないようにしている。僕は祖父母と同様に、本当に日本人のことを愛しているんだ。以上が、秀夫がアメリカの大学に留学している際に経験したエピソードになります。植民地や統治と聞くと、あまりいいイメージがないかもしれませんが、その背景には人間味あふれる素晴らしいエピソードがあり、パラオの人たちが親日である理由がよくわかりますね。このようなエピソードに対して、海外の方々からコメントがありましたので紹介します。パラオと日本の関係は世界的に有名だよね。表面上だけで見ると、日本が植民地化していたって話だけど、そんな言葉だけでは片付けられない強い絆が彼らにはあるんだわ。パラオって結局はアメリカに統治されていたけど、独立していて、パラオの国旗は日本の日の丸をモチーフにしているなんて話を聞いたよ。日本が日の丸なら、パラオは月なんだって。太陽があるから月が輝ける。そんな思いから今の国旗が決まったらしいね。パラオ人の日本に対する気持ちが伝わってくるよ。友人にパラオ出身の子がいるんだけど、彼女ったら日本のことを身内のように話すの。よっぽど好きなんだね。学校の授業でもそんな内容を学ぶんだって。戦時中に日本軍は統治下の国家を発展させていて、あくまでも国益のためだろうけど、日本人のやり方がすごく良かったんだね。だから感謝されていて、今でも愛されているんじゃないかな。以上が海外の方々からのコメントになります。日本とパラオの関係は世界中の人たちにも知られているほど良好な関係のようですね。現代に生きる我々にもこうした愛を持って人と接することができるともっと素敵な世界になるかもしれません。そしてこれからも日本とパラオの良好な関係が続いていくことを願っています。